はい、こんにちは。いよいよ、今回から実際にこのギターを使ったコードの押さえ方の説明をしていきます。で、今回使うのは、まずこの、ドロップ D チューニング。あ、前回はフラット D チューニングって言ってましたけども、この一般的な言い方に改めます。ドロップ D チューニング、6弦を E から D に下げたこのチューニングですね。これで、キーが D、 元の、コードが D の3コード、 D と G と A7 を紹介します。じゃあまず前回説明した、このコード表というのを使って説明しますね。まず D のコードですが、こうです。1弦の2フレット、2弦の3フレット、3弦の2フレット、ここを押さえます。そして4弦5弦6弦は押さえない、こういう形ですね。実際にギターでやってみると、1弦の2フレット、2弦の3フレット、3弦の2フレット、そして456は押さえないで弾きます。こういう感じになります。では次は G のコード、これはコード表だとこういうふうになってます。1弦の3フレット、そして5弦の2フレット、他の弦は押さえません。で、実際にやってみましょう。1弦の3フレット、5弦の2フレット、こうです。そして最後に A7、 これはこうなります。2弦の2フレット、4弦の2フレット、そして1、3、5の弦は押さえないで、このバツのついている6弦は弾かない、こうですね。2弦の2フレット、4弦の2フレット、そして5と3と1は開放で6弦は弾かない。はい、こうなります。で、この3つのコードをじゃあつなげて弾いてみましょう。こうなりますね。それでは次回はこの3コードを使って実際に曲を演奏してみようと思います。皆さんのよくご存知の曲だと思いますので、お付き合いください。それではまた次回。